イギリスタイムズ紙の報道によると、中共政権は香港人を弾圧から逃れさせるために策定された特別ビザ計画を利用して、イギリスにスパイを送り込もうとしています。中共のスパイが難民を装ってイギリスに入国しようとしています。タイムズ紙の報道によると、彼らは香港人を弾圧から逃れさせるためのビザ計画を利用しています。タイムズ紙は匿名の政府筋の情報を引用し、中共政権のために働くスリーパーエージェントが香港でイギリス海外国民 BNO ビザを申請していると伝えています。非政府組織香港ウォッチの最高責任者ベネディクト・ロジャー氏は、報じられている中共政権の行動は言語道断だと述べています。ロジャー氏は、イギリスはこれらのスパイを審査で振るい落とすために、手続きを厳格化しなければならないと述べています。報道を受けてイギリス内務省の報道官は、ビザ申請手続きには制度の悪用を防止し、本当に必要としている人々を救うためのセーフガードが設けられていると述べています。イギリス海外国民特別ビザ計画は、中共政権が香港で強硬な国家安全維持法を発動したことを受けて、昨年7月にボリス・ジョンソン首相が発表したものです。これにより、イギリス海外国民 BNO 旅券の所持者とその家族は、イギリスでの居住、就労、就学が可能になります。新たな法律の下で、香港当局は、毎年行われる天安門事件犠牲者追悼式典を禁止しました。また民主派新聞のアップルデイリーを強制閉鎖し、編集者たちを逮捕しました。先月には香港国家安全維持法違反の罪に問われた24歳の元飲食店店員が懲役9年の実刑判決を言い渡され、国家安全維持法に基づく初めての有罪判決となりました。この判決により旧イギリス植民地での言論の自由に新たな制限が設けられたと批判の声が上がっています。多くの香港市民は家族や友人を残してイギリスのビザ取得を選択しています。イギリス内務省のデータによると、今年第一四半期には34,000人がビザを申請しています。イギリス政府はこのビザ計画の初年度に15万人の香港人がイギリスに渡ると予想しています。NTD ジャパンがお伝えしました。